はい、皆さん、毎度毎度。昨日、宿毛矯正でもみあげをちりつかせてしまった。はい、中塚先生、毎度毎度ね。文体だけだとね、どういうことかよくわからないけど、そのお客様、もみあげだけ白髪染め2週間おきかなんかに染めてたのかな。もみあげだけだったからまだね、いいけどね。昔はね、ブリーチした中学生が黒染めしてね、ほんでもってふざけてさ、3人で来たんだよね。よく中学生、高校生ってのは、なんか集団で来るよね。で、3人で来て、3人ともかけるんだけど、宿毛矯正かけたことあんのしたら、100年前にかけたとかね、女の子ね。そんなこと言ってんだよね。で、髪の毛黒かったからね、普通にね、中学生飲みにくいから、強い薬かけたんだよ。で、塗布して、ちょっと目を離した隙にもう溶け始めてんだよね。ってんで、もう、ブリーチして、黒染めして、もう非常に重損傷も、すぐに溶けてくれるんだったら対応できたんだけどね、ちょっと間を置いてからね、溶け出したんだよね。そうなるとね、もう手遅れなんだよね。そんな、ね、で、3人で来て2人とも、溶けた。1人は染めてなかったかな。だからその子だけはまともになったような気がしたんだけどね。状況わかんないけどね、そのお客様ね、毛染めしてない方だったら、もともと襟足とかもみあげ、ちりついてる方、それがアイロンかけてきれいにまっすぐに伸ばしてパーマ屋さんに来たと。それ美容師さんわかんないんだよね。どこを宿毛矯正かけんだろうって軽い気持ちでね、かけるとね、実際はすごいもみあげとか強いチリチリ癖で、そういうの伸びないからね。で、仕上がってみるとね、来た時よりももみあげがちりついちまったよみたいにね。そういうこともあるよね。そういうお客様って異常にもみあげだけぐちゃぐちゃっと強い癖っ気、そういう方はアイロンかけなかったらもう外出れないっていう状態。そういう方は必ず美容室に来るときストレートアイロンかけてくるからね。で、それ見て、いや、どこかけるのかなと、私癖強いんですって、全体にうねってると、油断してやるともみあげが伸びないと。で、そうじゃなくてももみあげっていうのは伸びにくいからね。もみあげと襟足の毛でしょ、なんか伸びにくい方っているんだよね。それこそたっぷり1液塗布してね、20分置いてね、ストレートアイロン5秒とか10秒ねかけ続けても、いまいちよく伸びないというか、あんまり変わんないっつうの、普通にやっても。よくね、ある経験する。だから普通よりちょっと余計にやっとけば OK ぐらいでね。比較的若い世代の方だよね。全体に白髪染めしないでね、前髪だけ染めるとか、もみあげだけ染めるとかね、つむじのあたりだけ染めるとかね、そういうのにね、トラップっつうの、地雷を踏んじゃったじゃないけどね。で、お客さんも言ってくれればいいんだけどね、椅子に座るなりにね、美容師さんの顔を見て、なんか私の考えてた美容師さんと違うなと思ったお客様はね、まっすぐになってればいいですって、ただそんだけしか言わないっつうの。あと、もう美容師の方もね、なんだかわけわかんないんで、なんかもうそれ以上コミュニケーション取りたくなくなるからね。そうするとやっぱり失敗のリスクってのが高くなるわな。いろんなお客さんいるかんね。そんなんじゃできねえんだよ、みたいにね、言いたくなる時あるよね。で、やっぱり、初めてのお客さんという時はやっぱり2、3人でカウンセリングした方がいいと思うよね。大先生が出てくるとかね。やっぱりうちなんかやっぱり自分が行って何かあったら嫌だから、パーマの時は必ず自分が出てくるけどね。はい、お疲れ様でした。